何？いえ。
you
準備いいわよ。ここは
私の国か。お父さん。お前、無事だったのか。怖かったよ、お父さん。もう大丈夫だ。お父さんがお前を守るからな。守る？お父さんが？お父さんは僕を守れなかった。
勇者。これは僕ぞここまでたどり着いた。やめるんだハムナル。闇の儀式とやらをやめてもらおうか。何を言うの。こんな素晴らしい世界を理解できないというのか。残念だよ。お前になら私のことを理解してもらえると思ったのだがな。ハムナル、何をした？私はお前には何もしてはいないさ。ゴーラの加護が私を…まさか、ローランとハムナルは。さすが政略の魔術師セシリウス、気がついたようだな。ハムナル、お前は一体。わからないか。私を倒せばお前の命も消える。それが同一体だ。おそらく奴の言うことは本当です。一の国と二の国の魂はつながっているのです。奴がゴーラの力を得たことで同一体のあなたに影響が出て。そんなことって。それでも私を倒せば。わかるだろ。我々は手を組むしかないのだ、ローラ。残念だったな。俺は大統領だ。この世界流に言うならば王だ。この椅子に座った時より覚悟はできている。皆を救うためにこの身を投げ打つ。ローラン、そんな。それにお前にも俺を殺すことはできないのではないかな。俺が死ねばお前も死ぬ。それがルールだろ。ならばお前には永久に次元の狭間でさまよっていてもらうとするか。しかし、どういうことだ。お前たちの国アラゴリアは遠い過去に滅びた。そして俺は自分の世界で我が国が滅ぶのを見た。俺とお前は同じ境遇にある。母国を失った王だ。だから神は俺たちにチャンスを与えたのさ。
二つの国が滅びずに済むチャンスを。ハムナルよ、目を覚ませ。ゴーラによってよみがえる国など本当のお前の国ではない。ゴーラを撃ってお前たちの本来あるべき姿を取り戻すんだ。それはできん。残念ながら私とお前は同じ境遇ではない。なんだと。断じて私の邪魔はさせん。我が悲願必ず果たしてみせよ。進め！よっしゃ。うん。
ハムナル、お前の企みはこれでおしまいだ。こんなことをして世界を支配なんてできるはずがないよ。世界を支配だと？そんなことを私が望んでいると？え？魔法国家アラゴリア、二の国の太古より存在する強大な王国。私はアラゴリアの王だった。父である戦王から若くして王の座を引き継いだ。誰よりも国を愛しているつもりだったが、王としておごっていたのも事実。アラゴリアはアリシア・ノルスという守護神によって守られていた。しかし私は王としてやってはならない罪を犯してしまったのだ。私は守護神アリシア・ノルスを愛してしまった。王と守護神の愛は絶対神ゼラーダスの逆鱗に触れてしまった。アリシア・ノルスは邪神ゴーラに姿を変えられ、アラゴリアは次元の狭間に飛ばされた。私の目的はアラゴリアの復活とアリシア・ノルスを取り戻すことだ。そのためには全ての神玉線を使い、ゴーラの中に眠るアリシア・ノルスの魂を復活させる。そんなことができるのか？ゴーラはおそらくアリシア・ノルスにつけられた邪悪な鎧のようなもの。強力な神玉線によってゴーラを貫き、王とのつながりを蘇らせることができれば。鎧としてのゴーラを破壊できるかもしれません。そうだ、アリシア・ノルスが蘇ればアラゴリアを呼び戻すことができる。愛する者と愛する我が国を取り戻すのか。私、それが私の真実だ。私の国アラゴリア王国がよみがえれば、同一体であるローラ、お前、家族に、最愛の息子にも会えるだろう。悪い話ではないはずだ。俺は違う。お前のやり方は間違っている。愛する人を取り戻すためなら何をやってもいいというわけじゃない。これは魔晶器。魔晶器はもともとゴーラの持つ邪神の力や。ハムナルはそれを利用しとったにすぎん。とうとう自分が魔晶器に侵されてしまったんやな。あるいは最初から魔晶器に突き動かされとったか。私は私が失ったものを取り戻すのだ。アリシア・ノルスを取り戻し、
アラゴリアを復活させる。他の国を滅ぼし、人々から魂を奪い、大切なものを取り戻したとしても、それはお前自身の欲望を満たすことにしかならない。お前は悲しみを克服することすらできていない。お前は誰かを愛する資格も、王としての器も持ってはいない。なぜお前が私を否定する？お前は私だ。私と一緒のはずだ。お前とて愛するものを取り戻したいのであろう。違う。俺が取り戻したいのはそんなものじゃ。私はアラゴリアを復活させ、我が罪を償う。失われたものを全て取り戻すのだ。よみがえれ、我が偉大なる国アラゴリアよ。アリシア・ノルスの魂が。アリシアじゃない。お前は。アリシア・ノルス。お前がいないと、アラゴリア。私は
覚え。